居飛車将棋研究室にようこそ。今回は1月29日に行われた第34期竜王戦2組ランキング戦第1回藤井聡太2冠対阿久津力八段戦の振り返りと、谷川浩司九段の今後の将棋界についての見解を紹介していきます。藤井2冠対阿久津八段の戦いか。どちらも居飛車党だから相居飛車の激戦になってそうやな。棋界のレジェンド谷川九段の見解も気になるとこやわ。1月29日関西将棋会館で第34期竜王戦2組ランキング戦1回戦の行われ、阿久津力八段と藤井聡太2冠が対局しました。順位戦や朝日杯で快進撃を続けている藤井2冠ですが、今年も竜王戦ランキング戦での優勝、そしてタイトル挑戦はできるのでしょうか。藤井2冠の勢いならありえそうな未来やな。今年に入って公式対局は4局目となる藤井2冠、将棋界最高峰のタイトルの一つである竜王戦は、四組から六組までに分かれたトーナメント戦、ランキング戦の上位者が本戦に出場し、トーナメントの決勝戦で3番勝負を行い勝利した棋士が挑戦者となります。上位の組の方が、本戦でより少ない勝ち数で挑戦でき、トーナメント出場枠も多いため昇級した方が有利とも言えますが、女流棋士やアマチュアを加えた多くのライバルたちと戦いつつ、高級もあり得るランキング戦で勝っていくのは簡単なことではありません。アマチュアも参戦してのバトルロイヤルって感じやな。勝ち抜くのは大変そう。しかし、その中で、初挑戦から毎年昇級を果たしてきているのが藤井2冠です。昨年も3組で優勝を果たしましたが、残念ながらトーナメントで敗れ、挑戦権獲得はならずでした。1回戦を控えた25日には、都内で前期の竜王戦の就位式があり、豊島竜王や他の組の優勝者と共に出席して表彰されていましたが、今年も就位式に参加できることを嬉しく思っていますとしつつ、ここまで決勝トーナメントではなかなか上に行けていないので、今期はさらに上を目指していきます。このような状況ですけど、将棋ファンの皆様に楽しんでいただけるような将棋をさせるよう頑張っていきますと意気込みを語っていました。高校生とは思えん完璧な発言やな。できた子や。そんな中行われた阿久津八段との1回戦。この1局は、全クラスの1回戦の中で、一番最後の1局となりました。阿久津八段とは、以前に、早指しである銀河戦で対局しており、その際は藤井2冠が勝利していますが、竜王戦は、持ち時間が、各5時間の長期戦ですので、また違った戦いが予想されていました。阿久津八段は、4手目から、変化のある手を指し、序盤から駆け引きを始めると、相居飛車から横歩を取らせる作戦にしました。ちょっと定石から外れた指し方で、事前研究を無駄にする手法やな。しかも、横歩取りは、藤井2冠の戦型別で、2020年で、唯一、勝率 50% を切っているから、阿久津八段にしたらチャンス到来やな。お互いに、ゆっくりと時間を使って考える中盤戦が続き、夕食休憩が終わってからも40手ほどしか進まないスローペースな戦いになった。この一局、藤井2冠が中終盤に多くの時間を注ぎ込み、じっくりと変化を考えるのはいつものことですが、速指しが得意とされる阿久津八段もまたしっかりと考え、持ち時間に大きな差は出ませんでした。お互いに読みに集中して隙を伺ってる感じやな。中盤では藤井2冠が有利でしたが、無理して攻めるのではなく、じわじわと状況を良くしようとする藤井2冠の指し手には、解説の佐々木大地5段も強いプロの指し方と感嘆し、飯塚勇気7段はこれは見習いたいですねと称賛していました。夕食は、藤井2冠がバターライス、阿久津八段がスタミナうどんを注文し、それぞれエネルギー補給。盤上では終盤になるにつれ、さらに、局面は難解になっていき、お互いに神経を使う消耗戦となります。持ち時間各5時間で、さらに難解な局面が続くと、疲れもたまるわな。
20時を回ってから、ようやく、本格的な戦いとなり、藤井二冠は、玉形の薄い形で攻め込み、AI の評価は、徐々に藤井二冠に傾いていきますが、解説からは、一つでも何かあれば、逆転との声が聞かれ、緊迫感のある状況が続きました。そんな中、5五角から猛追を仕掛けた藤井二冠、こういう決め方は、予想外と解説から声が飛ぶ中、最後は、しっかりと寄せて、93手目で藤井二冠が勝利しました。また、藤井二冠の勝ちか、ほんま強いな。これで、まず1勝とした藤井二冠は、対局後横太りの将棋になって、序盤から激しくなる変化も多くて、常に難しい将棋だったと振り返り、今後に向けては、これからも強い相手との対局が続くので、一局一局集中していい将棋を指せればと意気込んでいました。一方、阿久津八段は、お昼過ぎくらいは、結構、どちらも手段がある将棋だったと思うんですが、少しずつじりじり来られて苦しくしてしまった。中終盤が競った将棋にならなかったと残念がっていました。阿久津八段もお疲れ様。これで、2組ランキング戦2回戦進出となった藤井二冠ですが、次の戦いは、王将戦挑戦者決定リーグでも激闘を繰り広げた広瀬章人八段です。王将戦では、前回の屈辱を果たすかのように勝利しました。広瀬八段は、変な手を指してしまって残念ですが、この成績も自力ですので、残留を目指して頑張りたいと思いますと、対局後に話していましたが、同じ勝ち数だったため、順位戦の差で、広瀬八段は、リーグに残留、藤井二冠は、陥落となり見えない壁に跳ね返された形になりました。今回の対局後に、次は広瀬八段戦であることを聞かれ、夕食休憩ありの、長い将棋で戦うのは初めてだと思います。鋭い将棋という印象なので、読みを入れていきたいと思いますと語っていました。広瀬八段は、藤井二冠に勝ったことがあるから強いぞ。オールラウンダーやから、どんな戦法で来るか楽しみやな。また、すでに2回戦を終えている反対側の山では、渡辺明名人が、藤井二冠の師匠杉本昌隆八段を破り、郷田真隆九段にも勝ち、すでにベスト4に進出しています。このまま行けば、棋聖戦以来の長時間対局での再戦が決勝戦で行われることとなりますね。これも、また楽しみな対局や。2組からは本戦出場できるのは、優勝者と準優勝の2名。また、その2人と3位となった2人を加えたベスト4は、し組に昇級できます。過去にストレートでし組まで昇級したのは、4人だけで、優勝による昇級はなし。もし、今季あと2勝して、藤井二冠が優勝しての昇級となれば、またしても、史上初の記録が作られることになります。現役高校生でタイトルホルダー、将棋界の記録を次々に更新、もう漫画レベルの話やな。実際に起こっている、現実の話です。果たして、豊島竜王への挑戦は実現するのか、今後が楽しみですね。また、藤井二冠が憧れの棋士として挙げている、谷川九段が、今後の将棋界について語っています。谷川九段は、史上最年少の21歳で、名人を獲得し、タイトル通算獲得27期のレジェンド的存在です。今は、将棋界全体のレベルが上がっていると思う。現在は4強時代だと思うと、藤井二冠と永瀬王座、豊島将之竜王、渡辺明名人の4強の名前を出しつつ、その4人が競い合って、さらに強くなっていると分析。中でも、一番危機感を持っているのは豊島さんじゃないかな。ようやく、自分の時代になろうかっていう時に、一回り、下の年齢の人たちが出てきたので。と、一番年長の豊島竜王の思いについて語っていました。自身が、ハブフィーバーの影響を大きく受けた経験があるだけに、下の世代の大活躍については、強い思いがあるのかもしれません。勝負の世界は厳しいわ。実際、豊島竜王は、藤井二冠に6連勝、常に本気が伺える戦いを繰り広げてきましたが、今年の朝日杯で、
ついに黒星を返されています。今後の将棋界や藤井二冠と豊島竜王の戦いはどうなるのでしょうか。目が離せませんね。チャンネル登録とグッドボタンを押していただけたら、モチベーション維持につながり、役立つ情報を皆様に配信できますので、よかったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後まで見ていただき、ありがとうです。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。